ゆっくり日々淡々。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、スーパーステップ中学英文法をレビューするぜ。これは中学英文法に絞った文法書ね。その通り。この本は、高校受験の対策だけじゃなくて、やり直し英語にも最適だ。英検、TOEIC、英会話など、何をするにも必要な文法の基礎知識が凝縮されている。ふむふむ。基礎がしっかりすれば、その後の勉強は楽になるわね。この本には旧バージョンがあるのだが、かなり評判が良く、おすすめしている英語講師も多かった。これは2021年にリニューアルされた新バージョン。実に25年ぶりのリニューアルらしい。へえ、すごいわねー。ロングセラーのリニューアル版ってことね。でも、内容はほとんど同じ。元々の完成度が高かったので、変えようがなかったんじゃないかな。ただ、このリニューアル版では家庭法が追加されている。最近は中学校でも家庭法を習うから、それに対応させたってことね。そうだな。それに、音声をダウンロードできたり、スマホのアプリでも聞けたりするようになった。最近はスマホしか持っていない人も多いから、アプリで聞けるのは助かるわね。確かに、そうかもしれないなぁ。ということで、今回のお品書き。1、スーパーステップ中学英文法の形状とレイアウト。2、内容。3、注意点。4、取り組み方。じゃあ、早速始めるぜ。了解です。では、形状とレイアウト。本のサイズは 210×150mm、厚みは 13mm。240ページだぜ。同じサイズの本には、他にどういうものがあるのかしら？ネクステージやエバーグリーンと同じ、英語サイズだぜ。もっとも、エバーグリーンは2倍近く分厚いけどな。ふむふむ。重さは 347g。缶のコーラくらいの重さね。缶のコーラって、ペットボトルに入ったコーラより美味しく感じるよな。そうかしら？私はグラスについで飲むので、よくわからないわねー。あ、はい。じゃあ、レイアウトを見てみよう。著作権に配慮してぼかしを入れるが、雰囲気はわかるだろ。カラーなのね。そうだな。スーパーステップは、15章で構成されている。そして、それぞれの章がさらに細かく分かれている。この見開きは、第9章の2、現在完了の完了結果用法だ。1ページが1ステップになっている。つまり見開きには2つのステップがあるわけだ。ふむふむ。この見開きは、左がステップ121で、右側が122ね。ねえ、ステップは全部でいくつあるのかしら？全部で192ステップあるぜ。ふむふむ。で、この部分には2つ例文が載っている。1つ目の例文はこれまでに勉強した例文。2つ目の例文はこのステップで勉強する例文。引用させてもらおうか。1つ目が、He went to New York last month。2つ目が、He has gone to New York。これまでに勉強した過去形が、現在完了になっているわけね。という具合に、ステップごとに何か一つ新しい要素が登場するという仕組みになっている。なるほど。同時にたくさんの項目はやらないってことね。で、この下の部分がポイントだ。ポイントは各ステップに原則2つ。ポイント1とポイント2ね。ポイント1は、何々したところだと訳せるパターン、ポイント2はしてしまった、と訳せるパターンを解説している。この下の部分は、補足情報。基本的に全ての見開きが同じ構成になっている。練習問題はついているのかしら？練習問題は一つもないぜ。この本は、文法の解説に特化している。実は、対応した文法問題集は別にあるんだ。あ、そうなのねー。ところで、イラストは多く使われているようね。そうだな。少しポップで、走り書きのような感じのイラストがたくさん入っている。確かに走り書き。たまに、ちょっと笑えるような遊び心のあるイラストもあるぜ。紙質はどうかしら？紙質は厚めで硬い。ちょっと開きにくいのが気になるが、折り目がついてくれば問題ないだろう。使っていくうちに馴染んでくる感じかしらね。そうだな。では、内容についてレビューしていこう。この本は中学英文法を非常に簡潔に解説した文法書だ。中学校で習う範囲は余すところなく載せているが、それを超えるものは載せていない。かなり厳密に中学英文法の範囲を守っていると感じる。高校レベルやマニアックな英文法は載っていないってことね。そういうこと。何でもかんでも載っている文法書というのは一見異様だが、初学者にとっては使いにくい。そこで、初学者が理解すべき基礎だけをまとめた文法書が必要になる。この本が、まさにそれだな。ふむふむ。英文法の基礎を抽出して簡潔に解説しているわけね。そうそう。ということなので、この本に載っている文法項目はすべて理解して覚え、使
えるようにする価値がある。中学校で習う英文法は、基礎的な英文法と概ね一致する。中学英文法は英文法の基礎ってわけね。そして、一つずつ新しい要素を足しながら解説していくというスタイルがまた秀逸だ。順番に読んでいけば、きちんと理解できるようにできている。へえ、すごいわね。この本に書かれてあることをマスターすると、どのくらいのレベルになるのかしら？文法に限定して言えば、話したり書いたりするときに困ることはほとんどなくなるはずだ。ただ、難しい文章を正確に読もうとすると、不足を感じるかもしれない。会話は、相手が多少なりとも配慮してくれれば問題ない。もっとも、発音と語彙が不十分だったらダメだけどな。確か、英語学習の3要素は、文法、発音、語彙だったわね。文法ができても、他の要素がダメだと英語は運用できない。逆もまたしんなりだ。詳しくは、こちらの動画をご覧ください。じゃあここで、私が感心した点をいくつか挙げてみたい。進行形で、いつも何々している、という用例が載っていた。引用。He is always making jokes. 彼はいつも冗談ばかり言っている。進行形は特定の瞬間の描写が基本だが、このような使い方もある。知らない人結構いるんじゃないかな。確かに。それから、固有名詞にあがつく用例。引用。あ、ミスター佐藤コールドユー、アンアワーゴー。佐藤さんという人から1時間前に電話がありましたよ。この、という、がこのあのニュアンスだ。私の知らない人なんですけど、佐藤って人から電話がありました。ってわけ。へえ、このあの使い方は知らなかったわ。特定されない佐藤さんってわけね。そうそう。それから、準否定のヒューとリトルも載っていた。ほとんどない、って訳になるのよね。その通り。これを中学で習うってのは知らなかったぜ。それから、分詞の項目で、自動詞を過去分詞として用いると、受け身の意味じゃなくて、完了の意味を表す、という説明がされていた。フォーリンリーブスは落とされた葉っぱ、じゃなくて、落ちてしまった葉っぱ、ってわけだな。結構細かいところまで解説されているのね。あと、目的格の関係代名詞が省略された時に、関係代名詞説を接触説と呼ぶこともある、なんて補足説明も載っていた。接触説って文法用語はなかなかお目にかからないだろ。聞いたことないわねー。ところで、スーパーステップでは、準動詞の説明がちょっとユニークだ。不定詞、分詞、動名詞、を一つずつ説明するのではなく、名詞の働きをするく、不定詞、動名詞。形容詞の働きをするく、分詞、不定詞、前置詞。副詞の働きをするく、前置詞、不定詞。という具合に、働きの違いで解説して、その後で、不定詞、動名詞、分詞をまとめていたぜ。働きごとに説明するアプローチをとっているのね。そうだな。これはこれでわかりやすいと思ったぜ。では、スーパーステップの注意点。この本は、コンパクトにまとまっていて素晴らしいのだが、それゆえ、勉強慣れしていない人には負荷が重い。ある程度の文法力が必要ってことかしら？文法は基礎の基礎から説明されているから、文法の予備知識はそれほど必要ないんだけど、中1レベルの英文法は知っていた方がスムーズに進められる。初めから負荷がかかりすぎると、挫折しやすいからな。確かに。それから、文法の勉強はルールの習得だという意識がないと、単なる例文丸覚えになってしまう危険がある。勉強慣れしている人は、文法の勉強は単語の暗記とは全く違う意識で取り組まないといけないことを知っている。文法の勉強が文法のルールを知ることだというのは、過去の動画で説明していたわね。そうそう。あと、単語もある程度知っていないと英文法の理解に集中できない。単語力も必要なのね。と言っても、中2レベルの単語で十分だ。例えば、ビューティフル、キュート、ベリー、スイム、ファスト、エクサイト、トール、スピーク、クリーン、インバイト。ふむふむ。難しい単語はないわね。ということで、この文法書に取り組むには、3つの条件が揃っている必要がある。中1レベルの英文法を知っている。文法の勉強は文法ルールを理解することだ、という意識がある。中2レベルの単語を知っている。やり直し英語の人は問題なさそうね。まあ、大人ならいきなり手を出しても大丈夫そうだな。もし、この条件が揃っていない場合はどうすればいいのかしら？このチャンネルの基礎英文法の解説動画を一通り見てくれれば、条件は揃うぜ。再生リストがありますので、ぜひご利用ください。で、もう一つ細かい注意点。何かしら？スーパーステップは中学英文法の範囲を忠実に守っている。中学英文法は英文法の基礎とほとんど一致するんだけど、わずかにずれているところもある。マリサは基礎的な英文法だと思っているけど、中学英文法には入っていない項目があるってわけね。そうそう。
中学英文法には、分子構文と関係副詞が入っていない。それから、仮定法過去完了。より細かいところだと、大過去、仮定法の前と、同名詞の意味上の主語、不定詞の意味上の主語を表すオブ。え？不定詞の意味上の主語ってフォーじゃなかったかしらね。フォーは載っているぜ。でも性格を表すときにはオブが使われる。これはどうやら中学の範囲じゃないらしい。そうなのね。まあ、スーパーステップを仕上げた後に、高校レベルの問題集に取り組めば、自動的に勉強することになるので、心配することではないな。ちなみに、高校レベルの英文法は、大半が中学レベルの文法の合わせ技や、応用の幅が狭い慣用表現だ。慣用表現は覚えたもん勝ちね。そうそう。基礎がしっかりしていれば恐れるに足らない。では、スーパーステップの取り組み方。3週取り組んで、仕上げる方法を紹介する。1週目はざっと読んで全体を把握する。2週目はじっくり読んで理解する。3週目は、理解度の確認と苦手部分の強化。ふむふむ。1週目は全体の分量を把握するために、スピーディーに読んでいこう。どういう項目があるのか、各項目の大まかな内容や分量を確認していくという感じだ。個別の項目は、半分くらいわかればそれでよしとしたい。何日くらい必要なのかしら？一週目は10日程度で終わらせよう。あまり間延びすると全体が把握できなくなるからな。15章あるから、毎日2章ずつ読めばそれより早く終わるわね。前半は簡単なので2章ずつ、後半は難しくなるので1章ずつみたいなイメージだ。なるほどなるほど。それが無理そうなら、毎日1章ずつでも大丈夫。で、2週目はじっくり読んでいこう。1ヶ月くらいかけてもいい。ふむふむ。内容をしっかり読み、きちんと理解する。理解できたら、英文法地図にマッピングする。英文法地図は、このチャンネルではおなじみね。知らない人のために簡単に説明しよう。これは、すべての英文法を1枚にまとめた英文法の地図だ。概要欄のリンクから無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してもらいたい。ダウンロード後、コンビニでプリントアウトして使う。プリントアウト代だけはかかるわねー。数十円だけどな。まあとにかく、英文法の勉強をしながら、勉強した項目を英文法地図にマッピングすると、復習が効率的に行える。それから、地図だと場所で覚えることができるので文法知識が定着しやすい。ふむふむ。英文法項目のマッピングって言ってたけど、具体的にはどんな感じになるのかしら？例えば、スーパーステップ、第10章の1、名詞の働きをする不定詞を勉強しているとしよう。この見開きには、名詞の働きをする不定詞。不定詞が主語として使われた時の形式主語の it が説明されている。で、それを英文法地図で確認してみよう。英文法地図のお出番ね。ぐぐぐーっと。不定詞の項目はここだな。名詞として使われているわけだから、まさに、この名詞適用法。ここにオレンジ色のマーカーを引く。そして、形式主語の it はここだ。なるほどなるほど。これだと、地図上でどの部分を勉強済みか、一目瞭然になるわね。そういうこと。といった手順で、2週目はとにかく読んで理解して、地図にマーカーを引いていく。どうしても理解できないものは、テキストに付箋を貼り、地図には黄色のマーカーを入れよう。勉強して理解したところと、勉強したけど理解が不十分なところが明確になるわけね。3週目は地図を台帳のように使う。オレンジのマーカーを引いたところを確認し、どういう内容だったか自分で説明してみよう。その時に自分で例文を作れれば完璧だな。もちろん、難しい単語を使う必要はないぜ。例えばさっきの、不定詞の名詞適用法、形式主語の it だったら、it is difficult to use this camera。あくまでも、自分が文法ルールを分かっているかどうかの確認をすることが目的ね。説明がスムーズにできなかったら、スーパーステップの該当箇所を再度読む。同時に、付箋紙を貼った部分も読み込んでいこう。その時も地図で該当箇所を確認する。黄色マーカーを引いたところね。そうそう。理解できたら、黄色マーカーの上からオレンジマーカーを引く。理解したら、黄色の上からオレンジマーカーね。3週目が終わった時点で、ほぼすべて理解できた状態になるはずだ。もし、それでも付箋や黄色マーカーが残っていたら、英語の先生か、英語力の高い友達に説明を求めよう。このチャンネルの英文法解説を見るのも一つの方法だ。当チャンネルは英文法地図とタイアップした解説をしているので、効率よく学習できるぜ。ぜひご活用を。ところで、この地図には高校レベルの文法も含まれているのよね？マーカーが入らなかったところはどうするのかしら？とりあえず気にしなくていいぜ。高校レベルの範囲はこの程度か、と分量だけ把握しておいてくれ。了解です。といったところで、今回の内容をまとめるぜ。よろしくお願いします。
スーパーステップ中学英文法は、中学英文法を余すところなく載せた文法書である。中学英文法の範囲以外は載っていない。事前に中1レベルの文法と中2レベルの単語を知っていると、スムーズに取り組める。中高生だけでなく、やり直し英語の人が最初に手に取る文法書としても最適。英文法地図にマッピングしながら学習を進めると、復習しやすく覚えやすい。以上だぜ。マリサ、まとめありがとう。どういたしましてだぜ。最後までご視聴ありがとう。このチャンネルでは、英文法の解説、英語学習のヒント、英語教材レビューを発信しています。チャンネル登録よろしくね。ねえ次は何を解説するのかしら？次は、スーパーステップの問題集を解説するぜ。今回レビューした文法書に準拠した問題集ね。そうそう。文法書と問題集を組み合わせた学習法を紹介しようと考えている。それは楽しみね。チャンネル登録して、待っていてくれだぜ。よろしくお願いします。